皆様こんにちは、便利屋ハッピーの門野口です。9月24日金曜日、午後2時59分、3時になるところでございます。はい、熊谷バイパス17号線ですね。埼玉県行田市は持田の方からご案内させていただきます。お昼前ですね、ちょっとまあ、伊勢崎からちょうど深谷宿連の方にちょっとお寄りする予定があってですね、ちょっと本庄の17号線通ってきたんですけど、かつてないほどの渋滞になってましたね。ちょうどですね、宇野森の手前の方ですかね、寿の八道路の緊急工事、まあ、工事をしてたんですよね。ベイシアさんとかある方ですかね。それがですね、かなりの距離で、まあ、逆側もですね、やっぱりずっと詰まってましたね。まあ10分15分で行けるところ30分以上はかかってたと思います。まあいずれにしてもですね、この今の状況、まあ、この熊谷バイパスにしてもですね、車、トラック結構走ってます。この後ちょっと鴻巣市、まで向かうところでございます。はい、ちょっとまあ右が端っこ、フロントガラスにちょっと吸盤つけて、カメラ回しております。吸盤が映り込んでいますね。ちょっと昨日いつも使ってたものが壊れてしまいましたので、新しいのをつけてるんですけど、ちょっとまだ慣れてないっていうのがあってですね、角度の調整とかがうまくできてないです。吸盤、まあ、映らないようにするにはちょっと、まだ慣れる必要があるかなっていう、位置がどこの位置がベストなのかっていうのが把握できてないのでですね、今日はちょっと本数も少なくなってます。はい、パチンコ屋さん、ライブガーデンさん、結構車止まってます。まあ、今日は普通の平日金曜日なんですけど、まあ、寝台入れ替えの上り旗立ってますが、どうなんでしょうかね。今のやっぱり寝台入れ替えをした後の2、3日はお客様いつもよりはいいんでしょうかね。今日はまあ30度31度行きました。もう9月下旬なんですけど真夏日になってます。まあ、風があって、まあ外で日差しを浴びてなければですね、まあ、涼しい限りなんですけども、今も風速3メートルぐらいの風吹いてますかね。だいぶ違うと思いますけど、風があるのとないとのとではですね、一応まあ29度ぐらいですかね、今京都市。湿度は 40% ぐらいです。街路樹、並木の方もですね、かなり葉っぱの方色づいてきてますね。緑色から少し、茶色っぽくっていうんですかね、赤いというには程遠い茶色ですね。
パスを走っております下牛です。してる匂いが車内まで入ってきてますね。今日の日の入りは5時半ぐらいです。だんだんと日が短くなってきておりますね。総裁選もいよいよという、まあ大体この人だろうっていうのが見えてきてるような感じなんですけど、問題はその後ですね。テレビもありがとうございます。失礼します。